願い玉とも呼ばれるスーパードラゴンボールは7つの薄黄色の玉には1から7を使い方それならいでよ神の竜、そして願いを叶えてちょんまげ、ちょんまげ、そして再び両宇宙へ飛散し、叶わぬ夢を持つ者に、おふざけは終わりだ。現在は光が消え効力を失っている。約1年。1年もか。待つことだな。孫悟空という男について教えよう。孫悟空。トランクス、母さん、やり消しに行くか。バカー、すまねえな。それどこにあったんだ。どこにあったんだですって。ついで済むか。他にも敵がいたってこと？本当？ザマスです。気が似てるって言ってたけど結局別人だったんだ。しかも不死身だ。スーパーサイヤ人？それってどんな？スーパーサイヤ人。よし、やり消しに行くか。だからちょっと待ちなさいってば。俺たちも不死身になるのさ。不死身にだと？そんなことができるんですか？そうよ、先祖をトイレに忘れる人の言うセリフ。ほら、今度こそ忘れねえぞ。ほら。何？未来の君が生きていたんだ。本当か？彼女をここへ連れてきてあげることができなかった。それって大丈夫だよ、舞ちゃん。ここへ逃がしてくれた彼女のためにも俺は絶対に奴らを倒さなきゃならない。こんにちは。ウィッサン、ベルス様、カヨシン様まで。ふん、うひょー。これは海王神様がわざわざここに来るってことは嫌な予感しかしないんだけど。あ、頭脳が言うにはスーパードラゴンボールと孫悟空さんについて。なんでスーパードラゴンボールのことを。それなら俺たちも話しておきたいことが。ザマス、新しいお茶を。ザマス。なんかうまそうな名前だな。もしかして僕に喧嘩売ってない？だって緊急事態だもん。他人の空に、なんて気はあるんでしょう。興味深い情報が揃いましたね。え？何か分かったようだな。それは天才と称賛された海王でありながら、つまりザマスは自分の正義を押し通す力が欲しかった。ほら、分かったぞ。何？え？スーパードラゴンボールだな。あ、つまりザマスはスーパードラゴンボールで願いを叶えてもらったっちゅうこと。ブラックを作ってくれって。いいえ、悟空さんの正解だと思います。あくまで現時点の推測です。でも悟空ブラック、孫悟空と同じ体を持つしもべを我に与えたまえ。まったくあんたが余計なことするから。そんなこと言われてもな。ちょんまげ。正義を執行する準備は整った。一年も待つとは律儀なやつ。一年待つってかなり気が遠くなる話。そうか、時の指輪だ。すぐに1年先の未来へ行くことができます。いいか、時の指輪は海王神しか使えないんだ。奴らはどこから指輪を手に入れた。大獣宇宙の海王神様と。大獣宇宙の海王神ゴアス様の命が危険ということです。ザマスがゴアスさんを殺して時の指輪を奪ったのよ。あいつがな。もし今の話が本当なら、ザマスの正義のために未来。ああ、僕たちが感じたブラックの木の正体もまだ謎のままだしね。ですが今はゴアス様の命が心配です。私がお連れしましょう。心配すんな、トランクス。
頭でっかちなだけの理屈屋だ。奴らに見つかるわよ。もう、うん、マイマイさん、そんなこと。戦略的撤退ってやつだや。強すぎるんだよ敵が。来るよ絶対。みんな怖いんだ。地球にはまだ生き延びて頑張ってる人がたくさんいる。みんなと団結しなきゃ。腹減ったでかんわ。ザマスいる？地球お会いしたいのですが。それがザマスが何か。ザマスが未来で底辺なんだ。ザマスについて気になっていることはないか。それはザマスは神の務めを学び、やがては海王神として星々の栄光盛衰を見ながら常に私と問答を繰り返してきました。海王神の座につくため今や彼は悟りの道を開いたのです。ゴアス様、お茶をお持ちしました。なぜこいつらがここに。これはこれは、第七宇宙の海王神様と破壊神ビルス様で、今回はどのようなご用件で。そのことで何かお分かりになったのでございます。私も止めたんですけどね、一度言い出したら聞かないんです。やったことねえだろ。言ってえな。ちっとは手加減してくれよ。前回の戦いは私としてもいささか不本意なところがありましたから。このバカには僕の方から厳しく言っておこう。アラビルス様、もうこんな時間です。眠い。言っちゃうんか。これは第七宇宙の地球という星で採れたお茶の葉と、あんこなる甘い練り物を柔らかい皮で包み込んだスイーツ。それはそれは、我らお茶とお菓子には目がないものでして。行くぞ。おお、いいんかよこのまま行っちまって。いいから来るんだ。うわー、うるさー。ほんとかビルス様。木の中に殺意がプンプン匂ってましたからね。もちろん私もですが。ゴアスさんも気づいてるんか。おそらく気づいていないでしょう。ちゃんと証拠をつかんでからだ。証拠って、殺されてからじゃ遅いぞビルス様。しばらく様子を見るしかないでしょうね。自然の香りがする。もしかしてあの中に毒が。ビルス様。良いではないか。奴らがもう我らの敵でないことは分かった。ゆっくりじっくりと骨の髄まで味わい尽くして殺してやればいい。俺はこの力に満足して。我々の計画にはこの無限に高まる力が不可欠なのだ。この笑顔を守るために。マイ、こいつはチャンスだぞ。フラットですか。こうやってガバッと相手の肩に手を乗せて優しく言ってもダメなことは分かっているわ。マイ、泣いて思いっきり気が晴れるまで私の胸で。ピラス様。おい俺、それでも俺か。ちょっとトランクス。おい、聞いてんのかよ。そんなことだからマイちゃんだって守れないんだよ。それを言ったらこの俺を倒してみろよ。
相手になってやるぜ。大福と緑のお茶、確かに絶妙の組み合わせだ。全く動きがありませんね。ゴアス様、善と悪のバランスについてです。確かにその通りかもしれません。私は物事の一面しか見ていなかったのでしょう。まさかあいつ。おお、助かった。大福か、注意して食べねば。ウィッサン。これで確信できた。行きましょうか。ビルス様、いつからここに。おや、変えられたのではなかったのですか。ザマス。ゴアス様さえいなくなれば、彼の計画を邪魔する者はいなくなりますから。お前は改心したのではなかったのか。悪は滅ぼすという正義に。ザマス、未来って見てきたかな。未来だと。破壊。おい、どうした。自分に励まされるとはね。もう十分だ。君の気持ちは伝わった。ザマスを破壊した？ええ、ヴィレス様が一撃で。やったー！大勝利だ！人造人間を倒した時は、俺の未来は変わりませんでした。本当に未来が変わったんでしょうね。ビルス様が言ってんだ、間違いねえよ。はい、だといいのですが。